私は30代の専業主婦。結婚して5年が経ち、4歳の息子もすくすくと成長中。どこにでもある一般家庭でそれなりに幸せに暮らしていました。そんな中、ある日、夫の実家をリフォームすると言って義両親が私たちの家に一時的に移り住むことになったのです。大規模なリフォームということで、期間は2ヶ月ほど。私は特に義両親との仲も悪くないし、義父も義母も優しい人なので反対はしませんでした。そして1週間後、義両親がやってきたのですが、義母は家事や料理を全くせず、それどころか私に文句を言ってくる始末。料理にケチをつけてきたり、嫁なんだからなんたらかんたらと、わけのわからない理屈で嫁いびりをしてきます。義父に関しても、息子が遊んで家の中を走り回っている時にいきなり怒り出し、しつけのためにと正座までさせて説教をしていました。今まで義実家を訪ねたりした時はこういうことは一切なかったので、私は義両親との同居を承諾したことを後悔していました。本当に一緒に暮らしてみないと相手の本性というのはわからないのですね。その後も義父の囲碁の習い事の送迎を週に3回ほどしたり、義母には買い物に付き合わされて荷物持ちと運転役をさせられたりと、精神的にも体力的にもいっぱいいっぱいになってしまいました。義両親はどちらも私が尽くすのが当たり前といった様子で、2人から感謝の言葉をいただいたことは一度もありません。それでも2ヶ月の辛抱だと自分に言い聞かせて、夫には何も相談しませんでした。ただ息子が嫌な思いをしないように見張ることだけは気をつけていました。義両親と接する上で感じたストレスを2ヶ月後にどう発散しようかと考えることが唯一の息抜きでした。旅行に行ったり、美味しいものを食べたり、久々に高校の同級生とランチに行くのもいいな。そんなことを考えて、なんとか2ヶ月を乗り切ろうと考えていました。そして約束の2ヶ月が過ぎましたが、義両親は一向に帰る様子がありません。1週間が過ぎたので、私は、あのお父さん、お家のリフォームはどうなってるんですかと聞きました。すると義父は、ああ、少しトラブルが生じてな、1ヶ月延長になったんだと言いました。私はショックでその場に倒れそうになりました。まだ我慢しなければいけないのか。正直参ってしまいました。その後も当たり前のように義父と義母にはこき使われる日々。その頃の1ヶ月間は私は廃人のようになっていたと思います。現に4歳の息子に、ママ大丈夫？具合悪いの？と心配されたくらいですから。そしてついに訪れた約束の日。しかし義両親は一向に帰る気配がありません。1週間が経ち、さらにまた1週間が経っても居座り続けていました。早く帰ってくれませんかと言いたくなる気持ちをこらえて、私は義母に、まだリフォームは終わらないのですかと聞きました。すると義母がここで驚きの発言。リフォームなんてもう終わってるわよ。え、も、戻られないんですか？あはは、何言ってるの。あの家はリフォームして売りに出したのよ。だから私たちの家はここだけ。え、でもここに移り住むのはリフォームの間だけって。あれ、そうだったかしら。私は要するに義両親にはめられたのです。確かに2ヶ月間の同居にしては荷物は多かったし、わざわざ仏壇まで運んできていました。この不審な義両親の行動になぜ私は気づけなかったのか、とても後悔をしました。義両親だけじゃなく、同居の話を私に持ちかけてきた夫も共犯者ということになります。そんなことを考えていたら、義父が、嫁の理解力が悪いな、これじゃ旦那を立てることができんと言い出し、私の中で何かが切れました。大きいバッグにできる限りの荷物をまとめて入れて、部屋で遊んでいた息子にも荷物をまとめさせました。義両親は何をしているんだと止めに入りましたが、私は彼らを押しのけて息子を連れて家を出ました。そして車で私の実家へと向かうことに。息子がどこ行くのと言い出したので、私は、ごめんね、勝手に連れ出して、今から私のじいじとばあばのところに行くのよと言いました。息子はやったーと喜んでいました。息子曰く、夫の方のじいじとばあばは僕にひどいことをするから大嫌いとのこと。孫にまでそんなことを言わせる義両親って何なんだと思いました。実家にアポなしで行ったので、私の両親はどうしたと言ってとても驚いていました。
しかし私が大きな荷物を抱えてさらに息子まで連れてきているのを見ると何かあったんだろうなとすぐに察し、上がりなさいと優しく迎え入れてくれました。息子が寝た後、私は両親に一連のことを話しました。両親はなんてひどい話だと私に同情してくれました。そんな中、私のスマホが鳴りました。相手は夫です。私は話したくなかったので無視をしました。両親は電話を無視する私を見て爆笑。そして、あなたの人生なんだから思うように生きなさいと優しく声をかけてくれました。私は両親の優しさに救われました。両親にはしばらく帰るつもりはないと私の意思を伝え、息子の保育園の送迎は車で私がすると言いました。夫と義両親が謝ってくるまでは絶対に帰るわけにはいきません。謝ってきてもすぐに許してやるもんか。夫からは毎日電話とメールが来ていましたが、すべて無視。私の両親が怖いのか、直接は謝りに来ないようでした。そんな軟弱な夫に一気に愛情が冷めました。それに夫は義両親の言うことに何でも従う人なので、今後夫婦生活を続けていくことは難しいでしょう。どうせ今回の同居も義両親は夫が断らないことを分かってて、あんな嘘までついて居座り続ける計画を立てていたのです。 2,3 ヶ月で私をうまく手なずけて、義実家を売ったお金と息子の稼ぎで老後を悠々自適に過ごすつもりだったのでしょう。家事だけでなく自分たちの介護もきっと私にやらせるつもりだったんだろうな。しかし残念なことに義両親は私を手なずけることはできませんでした。まあ今ではいい嫁を演じて従順なふりをしていましたが、私はもともとそのような性格ではありません。私はもともと気が強く頑固で、絶対に言いまかされることが嫌なタイプです。だから今回も私から折れることは絶対にありえません。いや、今回に関しては夫と義両親がいくら謝ってきても許せないと思います。実家に帰ってから1ヶ月が経った頃、ついに夫が実家に電話をかけてきました。電話に出た父に、私に代わってほしいと夫は頼んだそうですが、父がまずは直接顔を見せて話し合いをするべきだと言い、夫は実家に来ることになりました。2日後、夫は義両親を連れて来訪。一人で来る度胸もないのかと心底呆れました。その瞬間、私の頭に離婚という2文字がはっきりと浮かび上がりました。とりあえず両親が最初に話を聞くということで、私は息子と隣の部屋に待機。聞こえてくる夫の意味不明な弁明や義両親の言い訳に、私の両親はしばらく黙って聞いていました。その後、母が私を呼びに来たので息子の面倒を見るのを代わってもらい、仕方なく夫と義両親の前に行きました。夫はうつむいていて私の顔を見ようともしません。義父はふんとそっぽを向き、義母は私をにらみつけていました。私の父が、夫の言い分は分かった、でお前はどうしたいんだと私に聞いてきたので、私はもうこの人たちとはやっていけない、人を騙して自分たちの都合のいいように利用しようとする人たちとは一緒に生活をすることはできない、息子のためにも離婚しますと言ってやりました。すると義母はきっと目を見開いて、あなたのような人がシングルマザーになってどうやって孫を支えるのと発言。義父に関しても社会を舐め腐っている、育てられるはずがないだろうと私を侮辱してきました。すると父が口を開き、娘の言うことは正しいと思います、私もあなた方のような人に娘と孫を一緒にさせることはしたくありません、どうか離婚を承諾してくれませんかと義実家の人たちに言いました。丁寧な口調でしたが、そこには何か凄みがあり、義両親も夫も何も言えない気迫を感じているようでした。さらに父は、あなたたちがどう思っているかは知りませんが、私は娘なら一人でも孫を育てられると思っています、むしろあなたたちと暮らす方が面倒なことが増えて子育てに専念できないのではないかと思いますね、と嫌味を言ってくれた。義両親は何か言いたそうな顔をしていましたが、父があまりにも怖いオーラを出しているのか何も言えませんでした。夫に関しては誰が話しても始終うつむいていて、こんな男を一度でも結婚相手に選んだ自分がとても恥ずかしくなりました。最終的に義実家の人たちは離婚を承諾してくれて、後のやり取りは弁護士を通じて進めていくことに。話が終わり、母が息子を連れてきてくれました。私は息子がどうしたいかを聞かずに離婚を勝手に決めてしまったので、息子から父親を奪ってしまったという後悔が出てきました。しかしそんな私の気持ちを悟ったのか、父が息子に、
今日からじいじがパパの代わりをするぞと言ってくれたのです。息子は頭の真っ白なパパなんて変、でも優しいからいいよと笑っていました。そして父は私に、お前たちのことは俺と母さんが支えるからいつでも頼れ、それが家族ってもんだと言ってくれました。私は両親の優しさに嬉しくて涙が止まりませんでした。それから弁護士を通して夫と話し合い、離婚が無事成立。夫と義両親からは養育費と慰謝料をもらうことができました。私は今後一切関わりたくなかったので、一括振込を希望し、義両親の家を売ったお金ですぐに支払いが完了しました。息子との面会については、息子が望む際は許可を出していましたが、息子もじいじといる方が楽しいと言って、だんだんと面会の機会は減っていきました。現在、私は新しく仕事をしながら、両親と息子と幸せに暮らしています。父が息子の父親代わりをしてキャッチボールなどをしてくれているので、息子も嬉しそうです。これからも息子と両親を大事にしながらシングルマザーとして頑張っていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。